素質を使っていくっていうのもある。あ、めっちゃわかる。あえて使って、わかる。できたって言ったんですよ。生まれてんじゃないですか。できたって言って。この番組はキャラスポンサーできょうだうお送りします。はい、お願いします。いいですか。いいですか。もう一度よ。よっしゃ。じゃあこのまま行っちゃいますよ。と、はい、いうことで今日はスペシャリストサディーノマンさんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。ザ・サディーノマンさんですけどもね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいところですね。いやいやいや、いや緊張しますよ。なんでよ。まあ、今回はご飯食べに行ってるよ。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。そうなんですよね。しかも、魔法くんのおごりで。あはそうだ。すいません、本当に。そういえばそうだ。それを、あ、とんでもないです。あの、お越しいただいて。いやいや、本当にありがとうございます。いや、楽しかったです。楽しかったですよ。そうなんですよね。だから、あ、ここ、つながりあったんだと。そうですよね。いう方も多いと思うんですけど。一番最初でもね、僕も、逆に言うと、一視聴者だったんですよ。マジっすか。まあ本当に初期じゃないですけど、あ、はい、でもずっと YouTube を見てて、うわ、そう、その時にあれ何この若造すごいうまいやんと、あ、いや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 、しょーと思って、でまあやっぱりその何回もね、いろんな動画を見て、はい、でね、そっからあれ意外とこのビジュアル界隈でも繋がってるんだっていう、はい、あ、そうなんですよね。それこそね、りょうくん、はい、ギリガメッシュの、そうですね、りょうくんから、はい、まありょうくんのも一時期ちょっとね、はい、チャンネルもやってたのを、そうですね、拝見させてもらって、ありがとうございます。はい、そう、ほんで、ま、ライブもね、そうなんです、のサディライブの復活おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。見に来ていただいて、そうなんです。でそっからですよね、はい、とこう仲良くなって、いや、ありがとうございます。ご飯までね、ごちそうになって、本当にすいません。本当にかっこいいんすよ、もう。いやいや、そんな。面倒見が、鬼いいんすよ。ほんとに。そんなことない。そんなことないよ。この場を借りてちょっと申し上げますけど、恥ずかしくて言えないんですけど。いやいやいや、いつもありがとう。マジや。本当に素敵な、まあ、お兄さんをですね、はいはい、お迎えしてですね、はい、今日はですね、はい、いろいろと、はい、もうまさに聞きたいことがいっぱいあるんですよ。ああ、なんでも。なんでかっていうと、はい、もう本当に歌うまいんですよ、いやいや、そんなことないですよ。何をおっしゃいますか。もう日々鍛錬ですよ。この向上心もありつつね、まあまあ、そうですね。人間がどう考えても歌う曲じゃねえだろうっていう曲が、いやいやいや、それこそ もちろん THE 13もそうですよ。うん、最近、サリ、はい、復活しましてですね、はい、本当におめでたいんですけれども、うん、サディの楽曲もですね、もうとんでもない難易度なんですよ。あ、そうですか。本当に、いろんなこう、波が激しく襲いかかってくるサディの楽曲を、うん、もうライブでもそのクオリティを落とすことなくですね、それこそこの間見に行かせていただいたんですけれども、はい、落とすことなく歌いこなされてる、マオさんにですね、その歌に対しての、はい、その姿勢であるとか、うん、その歌でこう、こだわってること、うん、それこそ、まあね、月並みですけど、うまく歌うコツとか、と言いつつですね、その深掘りもしたいところなんですけど、はい、一旦ちょっとですね、うん、皆さんこう、今ご覧になっていただいてるので、はいはい、せっかくなんで、ちょっとサディのちょっと宣伝を、あ、したいなと思ってて。いやいや、そう、いきなり宣伝。そう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 、そう、せっかくなんで、いや、本編行こう。本当にまあ、マホン君も、はい、来ていただきました、サディ復活のですね、はいはい、まあ、8年間活動を休止させてもらってて、はい、そこから復活した、The Revival of Sadness と題しまして、はい、トヨスピットをですね、ブルーレイ、ディスクがですね、まあ、絶賛発売中でございます。もう発売中なんですね。発売中です。おなので、ライブね、見に来れなかった方も、見てくれた方もですね、うん、もう一度何でしょう、8年間空いて、5人がもう一回立った、やばかった。妙な緊張感を、リアルに残してるんで。これ言っていいですか？はい。僕、拝見したじゃないですか。はい。で、後ろの方でですね、はい、センスながら関係者席も、はいはい、拝見させてもらったんですけども、はい、もう、名だたる。そうですね。いろんな方が。いろんな、名だたる人たちがもう、そうですね、こう、見てるんだよ。すげえ空間だと思って、お客さんパンパンで、熱が、もう総量がすごくて。そうですね。めちゃくちゃ楽しみました。おかげさまで、たくさんの方に回されて、すごくね、復活をできることができたんですけど、はい。はい、その臨場感を、はい。味わっていただきたい。DVD が発売しますと。発売しまして、しましたと。してるんで、いうことですよね。はい。で、まだ何かありますよね、確か。そうですね。プラスですね。はい、我々、その、次、はい、2作目の。出た！はい。アルバム、リリースさせていただきます。そうです。これ、リバイバル・オブ・ダークネスと、はい。題しまして。まあ、リバイバル・サドネスと、はい、1枚目のアルバムが今発売されてるんですけども、はい、この2作目となる、もうサディのですね、この10年間僕たちはサディを活動休止前にやらせていただいたんですけど、はい、まあ、その中期の、楽曲がグッと集まった。いやいいっすね。リバイバル版のアルバムを続きますね、リバイバルが。続きます。はい、いや、いいっすよ。やっぱ培ったものをね。そうですよね。今の技術と、はい、今のサウンドと、はい、まさにそうですよね。いただきたいので。それを引っ提げて、はい、
来年でしたっけ？来年です。来年の1月4日からですよ。来たよ。もう怒涛です。怒涛ですよ。全国忙しすぎるわ、はい、マジで。もうね、北は札幌、南は福岡までですね、全国ガーッと回らせていただきます。舐め回します。はい、しかも 2days です。はい、やばすぎ、ね、やばすぎ、はい、回らせてもらって本当に、そしてすごいっす、はい、ちょうど3月20日、はい、20周年を迎えます。サビきっと、まあ、8年間のね、あの空白はあるんですけども、すごいな、はい、でも結成してから20年、ありまして、3月20日、日比谷野外音楽堂で、脈拍というタイトルで、はい、おやらせていただきますので、ぜひ皆さん、はい、やおん、感動間違いなしですね。そうですね、僕たちも10周年の時に、はい、10周年で大阪で一度大阪のやおんで、はいはい、やらせてもらってるんですよ。ありましたね。まあそのでその後に活動休止を発表したんですけど、はいはい、まあ逆に今回はもうその20周年を迎えてやおんで、また野外のね、パッからまた次は逆に未来に進んでいくという、そういうことですよね、意味を込めてあえてやおんでやらせていただきます。ストーリー性、ストーリー性大事です。あるよと、あるよ、あるよ、これ見に行かないかと。ありますよと。あ、いいですね、はい、ちなみにこれ僕ヤオンフェチとして、はい、あの時間帯どれぐらいなんですか？時間はですね、はい、夕方出た、はい、一番いいっす。そうです、この日が欠けてね、そうそうそう、あの夜になっていっても、あれ一番いいっすよ、はい、やっぱね、このね、リアルなこう天候と、はい、そうですよね、やっぱりちゃんとそれ大好きなんですよね。ぜひチェックして見てください、お願いします。ということでですね、はい、僕もちょっとじゃあチャンネルも宣伝させてほしいんですけども、はい、あのこんな感じでですね、日々アーティストさんの方をお迎えしてですね、はい、トークだとかリアクションの方とかですね、はい、させていただきますんで、はい、まだチャンネル登録お済みでない方、この機会にぜひと絶対してください、あ、絶対してください、はい、ありがとうございます。僕してますから、あ、やっためっちゃ嬉しいですということですね。あの、まあ、サニーの公式チャンネル等々、あと今回、あの、さっき告知していただいたこととかも、はい、概要欄にまとめてますんで、チェックよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと歌の話させていただきたいと思います。はいはい、あの、うちのチャンネル一応テストボイス、結構専門として。すごい、それは逆にね、恐れ多いんですよね。本当に。それを期待してる視聴者も多いんで。とにかく、はい、まず先に前提として言わせていただきたいのが、まあ僕たちの時代、はい、まあこうね、切磋琢磨した時代で、まあそれこそこの間、葉月くんも言ってたな、はい、まあこういう風に、はい、YouTuber がなかったので、あ、そうですよね。その、レクチャーをすることがないので、はい、もう自分で編み出すしかないんですよね。うわ、だから、その、今って割とこう、はい、すごく若いアーティストの方々見てると、本当に器用だなと。わかりますね。そのシャウトの中でもいろんなこうね、まあなんかありますね、なんかヘラルドやね、いろんなスクリーンもいろんな、たくさんのこうジャンルをこう作ってきたのが最近の時代だなと思って。確かに、なんか僕たちの時代は逆に言うと、まあ声を枯らしつつそこら出るなんかこう爆発的なものがシャウトみたいな、なるほど、なんかそういうざっくりシャウト、ボーカル、ヒラウタと、ヒラウタとシャウトみたいな、そこに高低差があるぐらい、はいはい、ぐらいの認識だったんですけど、はいはい、今の子たちは割とこうね、そこにもう一個カテゴライズして、そうですよね、得意にやられてるのがすごいなと思って。確かにそうかもしれないですね、うん、もう一個レイヤーが増えてますよね。そうなんですよ、確かに確かに、うん、でもまあそういう、それこそ叩き上げじゃないですけど、うん、そこで培われたとんでもないその技術のたわものみたいなものを、そうですね、ちょっと今日はお伺いできればと思ってますんで、まず僕第一戦で、はい、僕シャウトできなかったんですよ。だから出た、このご視聴者の方々、出たよ、シャウトってどうやってやるんだろう、はい、もうすごく多分悩まれてるんですよ。多いですよ。で、僕もめっちゃ悩みました。もう、やっぱり最初からできる人と、できない人、多分まず第一段階で、二つに分かれると思う、はいはい。ですよね。だから、多分、事前になんか、あ、できてるんだ、っていう人と、いや、なんぼ声からしても、なんかできない。確かに。なんか、あると思うんですけど、僕はどっちかできない方だったんですよ。あら、すでに冒頭で、はい、そうなんですよ、はいはい。だからこそ、ファンの方々、まあこうね、ご視聴者の方々は、はい、少し、僕よりの多分、考えの人も、たくさんいられると思うんで。寄り添えますね。そうなんですよ。僕が思ったことが、はい、最初にシャウトを出そうと思った時に、はい、まあ、腹からドンっていう、あ、まあまあ。のが、まあ、わかりやすく、シャウトが喉枯らさずにできるっていう着地点は、もう、ここにはたどり着いてるんですけど。めっちゃいい。はい。ここが多分ね、結構。だから喉がめちゃくちゃ痛くなるんです、最初。ああ、そうですよね。どうですか、僕、わかんないですけど、モン君は逆に言うと、はい、最初の段階で、どっちに属してますか？あ、僕、できなかった方なんですよ。お、あと、喉めちゃくちゃ弱い方だったんですよ。あ、そもそもが。なおさらじゃないですか。なおさら、ここは。で、ここがちょっと共鳴する部分も、ありつつ、できなかった状態。できなかったんですよ。これですよ。だから、
まあ、それこそ、まあ、好きなアーティストさんでシャドウされてる方のやつを、はいはい、まあ、何回も聞くわけですよ。まあ、そうですよね。でも、全然できないので、やっぱりね、なんかこもった感じの、平歌のような。あー、お相撲さんが、めっちゃわかりますね。どうすか、こういうの。これですよね。そう、その声。これその声。これなー。までしかできないんですよ。これ、皆さんやっぱ通るんですよ。やっぱ通ります。そうなんですよ。そうなんですよ。一番喉痛いですよね。そうなんですよ。これを、やっぱそこら辺なのかなっていうところが一発目まずぶち当たるところで。わかる。そうなんですよ。ほんでそこで、やっぱりそこをどんどん強化していこうとして、はいはいはい、もっとここの奥を突っ込んでいこうとすると、どんどんこう、はい、ってどんどん苦しくなって、あっさ、溺れていきますよ。もう喉がもう痛い痛いってなってしまう。ここがまずね、やっぱりぶち当たったところですね。でもやっぱり僕も、もちろん、まあこれはあえて僕は言うんですけど、はい、まあサディの本当に、初期の頃の音源とかって、はい、まあそれに歪み成分を足して、割とこうシャウト風っぽい感じで出してました、正直。うわ、なるほど。正直だから、はい、まあ今考えると撮り直したいなってたくさんあるんですけど、なるほどですね。うん、できなかったっていう事実も自分の中のボーカリストとしての、なんか歴史として、そうですよね。いいなと思うし、確かに。うん、あるんですけど、でもね、僕はね、はい、ある日突然、はい。突然、来た。ポッて吹きやんぞ。来た来ましたねっていう。ほんで、僕すぐメンバーに言ったんですよ。おうおう、ちょうどメンバーでリハーサルしてて、なんとなく声出してやるじゃないですか。はい、できたって言ったんですよ。生まれてんじゃないですか。できたって言って。急遽。そこで、まあ、それこそ、まあ、サディの、結成して、はい、まだ、それこそ、やっと3年目ぐらいですかね。ああ、そうですか。で、シャウトらしきものが、これが僕が欲しいと思ったシャードができたっていうのもあったんですよ。素晴らしい。で、この時の感覚っていうのが、はい、なんか僕もうっすらしかまだ覚えてないんですけど、はい、あれなんですけど、はい、あのね、そんなに力むことがなかったっていうのが結局答えだったんですよ。まあそうですよね。だからなんかこれ難しいですよね。難しい。あの、言葉で説明するのがすごい難しいですよね。確かに。なんて言ってます？その、僕ですか？できるようになったところの、できる、その、ターニングポイントのきっかけというか、はい、あ、なるほどですね。うん、思ったよりその、今もおっしゃってもらった、力まなくていいんだなっていう感覚があるじゃないですか。うん、それに紐づいて言うと、うん、僕がよく生徒さんとかにお伝えするのは、はいはいはい、感覚がないという感覚って言いますか。あ、難しい。また難しい。そうそうそう。そうなんだよ。いや、お相撲さん感覚って、うん、これ、やっぱみんなよくやるんですよ。ですよね。手軽にそうなんですよ。うん、やっぱり、あるあるですよね。そうですよね。あるある。あるあるだし、みんな通るんです。これでこうやって、あーってやって、痛い痛い痛いってなるんです。なりますよね。なります。で、これってめっちゃ感覚があるんですよ。喉閉めてんなというか、すごく簡単に言うんですけどね。こわばってますからね。こわばってますよね。こわばらせたのに無理くり息を通してるんで、そう。歪むんですけど、そうですね。痛いじゃないですか。痛いですね。で、今おっしゃってもらった、できたの時って、多分それがないんですよ。そうですね、確かに。そうなんですよ。そうです。確かにそこのこわばりはなかったですね。ないですよね。うん。かといって別に力を抜いてるわけでもなくて。そうなんですよね。だここをね、ここのね、理論を説明するのがすっごい難しいんですよ。そうですよね。まあ、よく聞かれるんですよ、僕も。あ、はいはいはい、どうやってシャウト出してるんですか、そうです、ね、吸ってんですか、吐いてんですか。もう、あらゆる、根掘り葉掘り聞かれる。根掘り聞かれるんですけど、いやー、なんと言いましょうかっていうところなんですけど。そうですよね。そうなんですよ。これ一応なんか専門的な話じゃないですけど、すると、このお相撲さん状態って、もう喉を全部絞ってる状態なんですよ。全体を絞ってる。はいはいはい。から一応歪みの組織というか、喉を声を歪ませるための組織も稼働はしてるんですけど、無駄が非常に多いんですよ。なるほど。だから痛いし、はいはいはい。なんですけど、この通ってる状態というか、感覚がない感覚、力んでない感覚の時っていうのは、必要なとこが必要なだけ閉まってるんですよ。はいはいはい、なるほど。そうなんですよ。だから効率がいいし、感覚意外とないし、かといってこう、弱すぎるわけでもなく。そうですね。閉じてる。そうですね。息ちゃんと吐いてるんですよ。そうですね。さっきおっしゃってもらった、腹から感もあるんですよ。そうですよね。そうなんですよ。で、またこれ言うと、この先にまた、シャヨとかできるような時に、あえてこの素質を使っていくっていうのもある。あ、めっちゃわかる！あえて使って、わかる！その、なんていうの？わかるわ。あえてちょっと喉痛いぐらいにしといて、そのシャウトを出す。そうなんすよ。足すことによって違う成分のシャウトを作れるっていう。やっぱすげえわ。いや、そうなんですよね。やっぱすげえわ、マモさん。そうっすよね。そうっすよ。だから分かったからこそ、あえて利用するっていう、この。マジですげえ。モルハをあえて使うっていう。いやかっけえ。そうなんですよね。これがだからね。めっちゃそうなんですよ。いろいろとね、すごくこう、視聴者の方々もね、たくさん悩まれてるのも本当に、
もう痛いほどわかるんですよ。いやー。うん、めちゃくちゃおっしゃる通りですね。そうなんですよ。それも僕生徒さんによく言うんですよ。やっぱりそのこれは後で味方になるから別に忘れなくていい。あ、正解。正解ですね。できた後にまた味方になるからって言って言うんですよ。そうなんですよね。やっぱそれ肌身で。やっぱりね、うん、やっぱある程度そのできるようになってから振り返っていくと、なんかバリエーションを作りたいとかになった時に。そうですね。うん、でまあそれの多分もっと。ね、その上から下までの部分が、きっと多分ね、はい、今カテゴライズされてるような、ね、ああ、はい、部分の多分延長線にあるんだろうなっていうのはありますよね。ええ、あ、そうですね。その中の一部っていうのは間違いない。うん、そうですよね。いや、いいですね。あ、そのできたって時は、本当に突如できた感じなんですか？なんか、こうしようと思いながらトライしていったとかそういうのもあるんですか？いや、本当に何にも関係なく、はい、マイクチェックみたいな感じの時に、あれ？っていうのが、ふと出てきた感じですね。あー、当てどころが出てきたみたいな。当てどころができた感じですね。あー。で、その当てどころが分かった時に、何回もこう、クリックしたときに、はい、あ、できた。すげえ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 。すげえすげえすげえそれで、そっからもうね、でも、できた時には、はい、まずその、例えばこう、シャウトができたと思える自分の中の、まあ、平均値ができたとする。あ、はい。ここしか使えないんですよ。だから。あ、そうですよね。うん、このまだ上下であったりとか、いろんなものはできなくて。確かに。うん、まだ、いわゆる、シャウトで叫んでるというイメージ。ああ、うん。すげえ。そう。完璧な。そこだけは、なんかね、その一本やりだったんですけど、はい、やっぱりたくさんのこと、経験であったりとか。うん、あとは僕はどっちかというと、はい、そのライブでどんどん培った感じですかね。あ、うん、いらっしゃいますよね、そういう。そうなんですよ。戦いの中で。戦いの中で。成長してる人いますよね、うん。そう。で、やっぱりこう、ね。はいはい、はい。姿勢もいろいろあると思うんで。はい。ガッと、ありますね。下に向かっていくと、ね、ちょっとローが出てる、自分の感覚が出てくるっていうか。あ、おっしゃる通りですね。うん、っていうのとか。なるほど、うん、みたいなんで、なんか高低差を自分で、なんか体験の中で、見つけてきたので。なるほどなるほど。ちなみにその最初にできたの時の音程感ってどれぐらいだったんですか？うん、どの辺、いや普通です、本当に。なんでしょうね、真ん中辺のズンっていう普通の、ああ、うん、シャウトって感じの。シャウトって感じです。まあ明細とかいろんなとこで、はい、僕は大体うわーっと叫ぶやつとか、はい、っていうの大体その辺の音なんですよね。ああ、確かにそうですね、うん、そう、冒頭のところとか、ね、そうですね。だから結構その辺のなんか高さであったりとかっていうのは僕の中でなんか思い入れのあるシャウトって感じですよ。だからなんかここ撮ってる時の一泊の第一声のわーとかは基本的にはそれを使うようにしてますね。あー、これいいっすね、いい話。イメージ的に言うと、はい、めっちゃいい話ありがとうございます。なんかそうなんですね。うん、なんか僕の今の真央さん のシャウトに対するイメージって、うん、めっちゃ楽にローをやる人って思うんですよ。あ、そうですね。でもロー楽じゃん。ローの方が楽です。ですよね。はい、どう考えても楽です。どう考えても楽だし。でも最初は、ローってどうやって出すんだろうの、まずね、やっぱり思いましたけどね。なるほど、なるほど。マオさんのローはすごく、こう見えるんですよ、僕。ああ、そうですか。はい、はい、そうですね。こう見えるんですよ。うん、全然こう、なんだろうな。もちろん、こっちの響きもあるんですけど、うん、こう地面を掘ってるような。うん、で、かつ楽というか。だから、シャウトで、声を枯らすってことはあんまりなくなりましたね。うわー。どっちかというと。そのシャウトじゃない部分、はい、例えばそのあえての、はい、まあ、ダミ声というか、はい、うん、ちょっと歪ましたよ、まあ、普通の、ええ、それこそ、まあ、お相撲さんの延長じゃないですけど、うん、イエーイみたいな、この分かります、これが一番、これね、声が一番分かります。でもちょっとこう自分の中で、はい、うん、荒々しく歌うっていうの部分であるんで、はい、ですよね。それこそここダーって響くじゃないですか。そうですね。うん、でもそれもまあ一つテイストとして、わかりますね。ね、体から出る一つの部品なので。そうですよね、うん。使おうとするんですけど、あまりにもそれやりすぎると、一番声が枯れやすいかなっていうのは。めちゃくちゃわかりますね。うん。はずきさんも同じこと言ってましたね、それ。まあ、彼もそうですね。そのタイプの声が。よく使うんですよね。それこそ YouTube 見てましたけど、俺枯れるんだよね、つって。昔ずっと枯れまくってて、今枯れないようにするために、こう、いろいろね。はいはいはい。勉強して。そうですよね。うん。やってるけど、使っちゃいけないあのパワーまで抑えちゃったら、それはそれでどうのこうのみたいな。すごい、よく打ってやつ見てました。はい。そう、真央さんのこの感じ、これも結構僕代名詞だと思ってて。そうですね、割とそれ僕ね、最初あんまりいなかったんですよ。なんか、なるほど、だからこそ人が使ってなかった、まあ歌い方であれ声色だったんで。なるほど。だからあの、まあ、それこそ明細とかでも、ね、はい、2番の A メロの立ち上げの部分で使ってるのも、はいはい、あ、そうですよね、うん。これ僕もたまに使うんですけど、うん、真央さんのこれの凄さって、うん、これがすげえ高いところまで行くんですよね。
あでもともとね、その声の高さっていう部分は、あこれもね、はい、まあおそらく次の、まあどっかのセクションで、はい、お話になると思うんですけど、はい、平音の部分でも、はい、やっぱりそこもありつつってありますね。出た、そういうことですね。はい、融合、融合ができます。この次平音バージョンでもそことの関連が出てきますね。出た、そうなんですよ。そうですよね。すごいこうのどこまで登っていくねみたいな、そうですね、感じでこれでああっていくじゃないですか。そうですね。これすげえなと思ってたんですよ、ずっと。いやーでもね、いろいろとやっぱり意外にだからこれ僕も難しいですよ。はい。まあファンの方々が、はい、まあパンク精神や、はい、感情のみだけで成し上げたものと思われてる方もいるかもしれないですけど、はい、まあそれこそね、はい、さっきからハズキばっかり出すんですけど、あ、はい、努力してるんですよ意外と。意外とあいつもそうですし僕もそうですけど、意外とそれを見せないようにして、はい、意外といいんですか、うん、もちろんアホンくんの YouTube を見て、ありがとうございます、はいはい、そういうこと、あ、わかるわかる、そうだよねって嬉しい、うん、っていうのがありながら日々鍛錬をしながら何食わぬ顔でライブは魂だけで魂だけやってんだぜっていうところをやっぱり内緒にしてください皆さん、これね、そこはね、だから皆さんこの動画だけのね秘密にしてください皆さんもね、そうです、いやでもそうですよね、そうですよ、上手い人みんな努力してますから、意外とやっぱしてますね、そうですよね、うん、天性だけっていうのはやっぱりね、本当に天才もいると思うんですけど、うん、天才ばかりじゃないので、いや間違いないですね、うん、そんだけできる人でも多分ね普段からずっとやってますよ、あ僕ずっとやってますですよねマジで毎日練習してますですよね、いやそうなんですよ、ありますよ、いやー面白でもなんかそのそれこそ現場でじゃないですけど、うん、ライブの中で培われたりとか、うん、そのスタジオの練習の中で培われてきた、うん、この積み上げてきたものと、はい、うん、僕はどっちかというとライブとかっていうよりは、はい、自分でこうしこしこ勉強してっていうか、うんうん、で積み上げてった派なんですけど、うん、その話が最終的にちょっとおこがましいですけど、うん、はいはい、やっぱ共感がめちゃくちゃあって、ああそうですね、結局はそうですね、今日そうなんですよ、わかるわかるの今話、そうですよね、はい、これが今ちょっとめちゃくちゃ嬉しいなって思った、うん、このシャウト編というか、確かにっていう感じ、いやー本当にわかりますよ、そうですよね、いやだから僕も逆に言うと、あその専門的に、はい、まあ、いわゆるその、まあ、理論とかいろんなものを加味した上でお話されてる方と、自分はもうその現場で使ってきたものがリンクする部分があるのは、逆に言うとちょっと心強い部分もあります。いやーいや、そうおっしゃってます、そっかそっかっていう、なるほど、結局自分が積み上げてきた道の中にはちゃんとゴールは一緒のところにたどり着いてるんだっていうのは、いやもうめちゃくちゃ一緒だなと思って、うん、思いますね、特にさっきのそのちゃんとできた上で今までのやつが合算されていくっていう、うん、そうですね、ところがもうめちゃくちゃ特に感動しましたっていう感じですね、うん、それこそシャウト困ってらっしゃる方、うん、いっぱいいると思うんですけど、まあえて、うん、まあ、1個じゃなくてもいいですけど、はい、そのマオさん的に、まあ、ここ特に大事だよみたいな、いや、うん、最後ありますね、シャウトでね、でもねこれね絶対これ言っちゃダメと思うんですよ、まあ、もう言っちゃダメだと分かってるんですけど、いやいや、もう最後ぜひ、ね、何でもこれはもしかしたら僕は全シャウト人民をはい、はい、全否定しますはいはい、いいですよ、爆弾を今言っちゃう、あー、オッケーです、でかい爆弾いきました、はい、ね、はい、できるに越したことない、お、とにかくとにかくいろんなものをできるに越したことない、はい、うん、前提として、前提としてこれはもうできるに越したことないがあった上で、そうですよね、間違いない、でも究極のところでいくと、はい、ねもちろんこれライブ前提ですよ、魂入ってるな入ってないなっていうのはやっぱ見えちゃうんですよね、ああなるほど、はいはいはい、うん、そこがやっぱり僕はできなくても魂入って、70点のシャウトしかできないやつの方がかっこいいと思っちゃう、はい、あーはいはいはい、すごい熱があったというわけですね、そうなんですよ、100点のシャウトをしてるけどこれはうん、確かに確かに、言い方悪いですよ、いい、小手先っぽくやっちゃってたら、なんか残念だな、そうですよね、っていう、やっぱライブってすごくその場の、まあレコーディングとかそういういいんですよ、そうですよね、すごくパッケージされるもんなんで、はい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 、うん、製品ですからね、そうなんですよ、ライブの場合なんかね、うん、なんか俺シャウトできますせみたいな、そうですよね、部分がめちゃめちゃ違うっていうのはあります、確かに、うん、だからシャウトってそういう表現ですもんね、そうなんですよ、感動もね、元々のね、そうシャウトっていう部分は多分僕の感覚ではそうなんですね、めっちゃいい、うん、魂の叫びという部分なんで、そこに魂が入ってるか入ってないかっていうのがやっぱり一番
うん、いやめっちゃそれに勇気をもらえる人も多いと思います。そうですね、頭でっかちになっちゃう人も多いと思うので、うんうん、そうなんですよね。そういう人はぜひそのこのマオさんの言葉を胸にですね、うん、ここはねちょっとね、もしかしたらねちょっとそれはそんな言われたとてって思われるかもしれないですけど、うん、でもできる前提はできるに越したまあね、いろんなものは、うん、これはいい言葉ですね。ありますね。いやめちゃくちゃいいまとめをありがとうございます。いやいやすいません最初いやおこがましい。いやマジで本当にいろいろほんと勉強になりました。いやいやいや最初から最後まで今こう超絶な技術を持ってらっしゃる真央さんですら、いろんなこう今までの歴史があったんだよっていうのを今回の動画で垣間見えたと思うので、ぜひ感動したよと、参考になったよという方、グッドボタンですね。グッドボタン。グッドボタンね、お願いします。あ、やった！ありがとうございます。こんな初めて聞いた！あ、やった！ありがとうございます。と、チャンネル登録もですね、ぜひ、まだの方、よろしくお願いしますと。で、冒頭に、告知してもらった事項等々ですね、はい、概要欄にまとめてますので、はい、ツアー等々、音源等々チェックされてみてください。ということで、サリーのママさんにいろいろシャウトリーに関して、お伺いしてまいりました。この後、ちょっと平当たりに関して、はい、伺いたいなと思うんで、お願いします。そっちまで皆さん、チェックよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。